今年も激しかった伝統の一戦 G1 の第49回大会北川アリの天国スコース最後優勝戦は1秒停で日本中心で太田克実選手が見事な一気でこれで G1 は20回目の優勝自己通算では85回目の優勝見事今回高松宮記念では5回目達成となっています。ただいま優勝を飾りました太田克実選手ウィングランが行っております。ファンの皆様ご声援ありがとうございます。さあ今回の文化の日程で開催いたしましたボートレース杉根の第49回ただいま優勝しました太田克実選手がウィニングラン通常パレードを行っております。さあ今回の伝統の一戦のナンバーワンは太田克実選手高松宮記念国立競争49代目の覇者となったのは優勝戦2キロ中心で1号艇で地元の太田克実選手が見事な優勝 G1 のファイナルは見事完璧な引き逃げで G1 20回目の優勝高松宮記念は見事 V5 達成ここで賞金ランクは第16位あたりまでジャンプアップとなっています。ファンの皆様ご声援ありがとうございます。ただいま優勝しました太田克実選手ウィニングラン通常パレードを行っております。今回の6日間の G1 伝統の一戦は見事優勝戦2キロ中心で太田克実選手が見事ナンバーワン49代目の優勝者の太田選手おめでとうございます。